皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方は、お疲れ様です。どうも、私ですえ。流行り紙すり、続きやってまいりましょう。え中島や子さんについて、ちりじりになって調べましょうやっていうところですね。やっていきますね。と、言いますが、これって飛ばせないんかな飛ばせないね。うん。 自殺として解決しているからか集まった資料は思いのほか少なかった。オカルトルートとほとんど同じ文言やとは思うんやけどね。その資料によると、中島彩子は去年の11月29日に自宅アパートにおいて首を吊って自殺。ああ、これ、小暮さんが仕入れてきた情報になってたね。オカルトルートではね。学校を辞めたのが11月17日ということだから、 自食してからわずか12日後にその命を絶ってしまったことになる。遺体の第一発見者は中島彩子の住むアパートの管理人。部屋の異変に気づいた管理人が合鍵を使って部屋に入ってみたところ、彩子の遺体を発見したそうだ。机の引き出しから遺書が発見されたことにより自殺と断定。遺体の状況も特に怪しいところはなく、 事件性はないものと判断されている。資料には中島彩子の戸籍も添付されていた。父親と母親はすでに他界していたようで、彩子が自殺した時は全く身寄りがない状態だったようだ。彩子の密葬が学校関係者のみで行われたと資料には追記してあった。学校関係者とはつまり、柳井校長をはじめとした相馬学園の人たちだろう。 ただいま戻りました。そこに小暮さんが返産室に戻ってきた。小暮さんは綾子が以前住んでいたアパートに行っていたのだ。小暮さんはアパートの管理人に話を聞いてきたそうだ。アパートの管理人といえば、綾子の部屋の様子の変化に気づいて遺体を発見した人物だ。ならば彼女の私生活のこともよく知っているのではないか。 管理人の方は、綾子さんについてなんて言ってましたそれが。何でも小暮さんが、綾子さんの名前を出した途端、管理人さんは泣き崩れたのだという。どうしてあんないい子が自殺なんて、やな。うん。ごめんね、ちょいちょい、スキップ、試しちゃって。管理人さんは怒りとも悲しみともつかない感情を小暮さんにぶつけてきたらしい。 あやこがアパートに来たのは今から4年ほど前。その頃にはすでに両親ともに亡くなっていたそうで、管理人さんのことをお母さんみたいと言っていたそうだ。その頃はいつも楽しそうな顔をしていたと小暮さんに言った。まあ、学校に行けるからってね。あー、ここがちょっと違うね。学校に行けるから。オカルトルートの時はいじめられててうんぬん。 っていう関係で学校に行けるからっていうのが楽しそうな理由やったけど、こっちは生徒たちに会えるからなんやね。そんな彩子さんの様子に変化があったのは去年の夏頃からだったという。表情は徐々に暗くなり、アパートに来たばかりの頃とは別人のようになっていたそうだ。そして学校を辞める直前の彩子さんは、なんでも表情だけではなく、 言動までどこかおかしくなってきたようで、管理人さんは本当に心配したと言っておりました。学校を辞めてからは部屋に閉じこもることが多くなって、めったに外で見かけなくなったのだという。学校を辞めさせられたことが本当にショックだったのだろうと、管理人さんはそう言った。そんな彩子さんの身を案じて、管理人さんは断るごとに彩子さんの部屋を訪れていたらしい。そしてある日突然、 部屋からの応答がなくなり、心配した管理人が合鍵を使って部屋に入ってみたところ、自分は中島彌子さんという人物には会ったことがありませんが、なんだか悲しくなってしまいました。その気持ちは僕にもなんとなくわかった。僕が目を通した資料には、ただ、遺体の第一発見者は中島彌子の住むアパートの管理人とだけしか記されていなかった。 しかし、実際の綾子さんの周囲には、資料では組み取れない彼女の人生があるのだ。あ、そうだ、これであります。僕は小暮さんから受け取った紙を広げた。ああ、印乱教師ね。小暮さんこれは僕は思わず叫んだ。うーん。ま、去年の夏くらいに綾子さんのアパートの周囲に張り出されていたってね。 うん管理人さんはそれをもって近所の交番に相談に行ったそうなんですが、血は喧嘩の可能性やら、被疑者の特定やらと言われて、お決まりのコースですね。その手の話は今までに何度も聞いてきている。もはや怒りの感情すらも湧いてこない。ということはつまり、嫌がらせの対象は学校だけでなく、中島彩子さん個人にも及んでいたということですね。 そうであります。家まで貼るってね。僕たち二人は悔しさや切なさの混じる気持ちで黙ってしまった。それと、こんなものを渡されたであります。小暮さんは小包のようなものを差し出した。ん自分がア子さんの妊娠の話を持ち出すと、管理人さんが思い出したように部屋から持ってきたであります。 あやこさんの私物は学校関係者が処分したそうですが、これだけ天袋の奥の方に残っていたそう。天袋の隠してたってことやんね。その小包の中にはさらに細かな紙袋がいくつも入っている。その中の一つを広げてみた。何あー、子供グッズか。 それは用事用の前掛けと哺乳瓶だった。きっとあやこさんが生まれてくる子供のために揃えておいたベビー用品なのだろう。でもなんでその天袋に隠すんやろう。やはりここにも警察の資料には記されていない生きたあやこさんの姿があった。僕が生きているあやこさんの姿を見たのはそれから数時間後のことだった。 と言っても実際に生きている彩子さんの姿を見たわけではもちろんない。鴨泉警部補が学校から一本のビデオを入手してきたのだ。そのビデオとは3年ほど前に彩子さんが授業参観の日に授業をしている模様を撮影したものだった。ビデオの中の彩子さんは優しく生徒たちに語りかける。その表情は本当に幸せそうだった。 うん今日はみんな良かったねって。私に言うてねってやつやね。困ったことがあったら私にいいよしって。本当に羨ましいな。どうして先生のお母さんは一回も授業参観に来てくれなかったから。かわいそう。保護者の間からクスクスと笑い声が起きる。こんないいお母さんたちがいるんだから、みんなお母さんを大事にしなきゃダメだよ。 先生と約束してください。はーい。ビデオカメラが角度を変え、生徒たちの様子を映し出す。生徒たちの表情も一様に楽しそうだ。その中に、いでき美、み、いがらしさや、しばたの姿もあった。それともう一つ約束してほしいんだけど。再び映ったあ子さんは、真剣な顔で生徒たちに語りかけた。 みんなが困った時や辛い時、自分の力ではどうにもならない時、先生を呼んでほしいの。先生に頼ってほしい。そんな時は絶対先生が助けに行ってあげる。ね。最後にねっと付け加えたのは照れ隠しだろう。そんなあやこさんの表情にカメラがズームする。瞳が潤んでいるようにも見える。私も昔、助けてもらったことがあるの。 大好きだった先生に。私もみんなにとって、そんな先生になりたいと思うから。映像の中のあやこさんは、そこで急に言葉を詰まらせた。しばらくの沈黙の後、気持ちを切り替えるかのように大声で言った。いい約束だよ。とにかく先生を呼んでください。わかったはーい。はい、それじゃあ授業行こう。 その後、映像はア子さんの授業風景となった。映像の中のア子さんは常に楽しそうに、そして幸せそうにしていた。うん、まあ、小暮さんがまた泣きそうと。うん、彼女を自殺へ向かわせた絶望、それらのことを理解したい。僕は切実にそう思った。 赤ちゃんがお腹の中で生きてて自殺やったらでも相当やと思うけどな中島彩子が妊娠していたのなら絶対に行っている場所があるわ。鴨泉警部補はそう言って、彩子さんのアパートの周辺地図と電話帳を持ってきた。間違いなく病院には行っているはず。ここはしらみつぶしに行きましょう。 鴨泉警部補のこの一言で、僕たちはアパート周辺の病院に片っ端から連絡してみた。するとある病院で中島彩子さんの通院が確認された。えー、あれ蓬来総合病院そこは昨日、少女たちが搬送された病院でもあった。僕は事情を説明し、彩子さんの担当であったという産婦人科のヤシマという医師に電話を取り継いでもらった。 しばらくの間、退屈な大気音を聞かされていたのだが、その音がぶつりと聞いれ、男性の声が聞こえた。もしもしお待たせしました。私が産婦人科のヤシマですが。僕は簡単に自己紹介し、ヤシマ先生に捜査協力を依頼した。受付からだいたい話は聞いてます。ただ患者さんを待たせてるから手短にお願いしますね。 もう、忙しくて、忙しくて。早速、あやこさんのことを聞いてみる。中島あやこさんという名前に覚えはありますかそちらの患者さんのはずなんです。え中島中島あやこ。中島、中島。一日に何人もの患者を見る先生がさ、一年以上前に通院してた人の名前を覚えてるっていうのは、相当先生の好みやったか美人かやろ。 受け持っている患者がたくさんいるのだろう。すぐには思い出せないようだった。小学校の先生だったんです。僕がそう言うと、ヤシマ医師は突然大きな声を上げた。ああ学校の先生思い出した中島ヤ子さんそうだそうだ覚えてますで、その中島さんがどうかしましたえどうかしましたとはどういう意味だ彼女は去年自殺しているのだ。 どうかしたも何もないだろう。担当医であればそんなこと、そうなん <laughs> え、通院してた産婦人科にも連絡って行くの警察から。だってご両親亡くなってるでしょ行くのかなえあの、中島さんは去年自殺してしまったんです。ええ八島医師の驚きはかなりのものだった。ご存知なかったんですかはい。 知らなかったなそう、中島さんが。ですが、担当医師であれば、中島さんが病院に来なくなったこととか、気にならないんですかまあ、病院移るっていうのも、そうか、あれ、やっぱ一言言わんと、病院移るにも移れんか僕の質問に思わぬ答えが返ってきた。いや、実は、中島さんは、流産なさってまして。あー、やっぱそういうことか。 流産。綾子さんは流産していた。妊娠18週目のことでしたね。八島医師はその時の事情を、なやろこれ、語り出した。流産の理由は精神的なストレスが主な原因だったのだという。理由はわからないけど、精神的にかなり追い込まれていたみたいだね。八島医師は言った。綾子さんは子供の頃、 事情があってお母さんと一緒に暮らせなかったそうなんです。それがものすごく寂しかったって。だから自分の子供にはそんな思いをさせないって本当に嬉しそうな顔をしてよく話してました。その幸せそうな笑顔が印象的でね。だから流山を伝えるのがこっちとしても本当に辛くて。流山を伝えた時の彩子さんの老媒は並大抵のものではなかったそうだ。 一応そういった心のケアなどもやるにはやるんですが、中島さんの場合はそれがあまりにひどかったものだから、一応精神科の方にも紹介したんだけど、八島医師は自殺ですか、と付け加えた。僕は受話器を置いてしばらく考えた。そうか、流産してたら、もうそれだけが心のよりどころやったのに、みたいなんで、自殺まで行っちゃったのかな。 あまあ、これは学園での彩子さんの立場でしょうね。学園での彩子さんの立場だ。それはかなり追い詰められたものだったはずだ。保護者からの強烈な突き上げ、その横には抽象ビラが巻かれているのだ。そのおかげで精神が不安定になり、流然、流産してしまったのではないか。これはあり得るよね。 十分にあり得る。生前の様子を確認する限り、彩子さんは学園での生活が大好きだった。それが突然の中傷に遭い、激しい攻撃の中、逃げるようにやめてしまった。自分の大切な場所を奪われた苦しみは大変なものだろう。それが流産の原因と考えるのは不自然なことだ。まだはっきりとした証拠はないが、なんとなくそう思えてならない。 彼女が流山を組に自殺しているとしたら。まあ、そしたら学園に対する恨みは相当なものだよな。下選んだわけわからんもんね。学園に対する恨みは相当なはずだ。その恨みが赤いちゃんちゃん子になって瀬尾さんを。鴨泉警部補の言葉を借りるでもなく、そんな馬鹿げたことがあるはずがない。しかし彼女のし、えー、自殺の理由と、 今回の一連の事件は何かしら関連があるのではないか。これはもっと深く掘り下げて調べる必要がありそうだ。暗い編算室。僕は小暮さんと二人でそこにいた。いや、いたというのは正確ではない。ほとんど動けなかったと言った方がいいだろう。もしかしたら動きたくなかったのかもしれない。 なんか、ショックです。僕はうまく言い表せられない感情をそのままストレートに口に出した。それほど本当にショックだったのだ。僕らが動けば動くだけ、生前一度も会ったことのなどなかった中島やこさんという人物の心の痛みだけが嫌というほどリアルに伝わってくる。自分も何と言っていいかわかりませんが、やっぱりショックです。小暮さんが言った。 変散室内に重い空気が漂う。鴨泉警部補はお腹の子供の父親を探すと言って出て行ってしまった。ハグロさんはこの数日ずっと仕事を休んでいる。インド警部はいつものごとくどこかにプラプラと出かけたのだろう。そんな時、寝室鬼没の訪問者が突然、これどう名字か。オカルトルートやったらここで、 卒業アルバム持ってくるよね。お久しぶりっす。どうもどうも、ご無沙汰です。かんだかいような、それでいて得体の知れない迫力を伴った声が、入り口のドアを開けるとともに中に聞こえた。なんすか、この異様な空気は。圧倒的に暗いっすね。ちょっとどうしました入るや否や、軽薄な口調でまくし立てる。お前は道明寺。ここに何の用がある はいはいはい、すぐに帰りますんで。そんな目くじら立てないでくださいよ。僕はこれ置いたらすぐ帰りますんで、じゃ。道明寺さんは一通の手紙のようなものを取り出した。皆さんが今追ってる事件に関係してるんじゃないっすかま、あ捜査一課に任せてたら、この事件迷宮入りは間違いないっす。それなら早いうちにここに運んじゃった方が手間が省けるってもんで。 中島彩子って人の部屋から出てきたものらしいっすよ。写しで申し訳ないけど、遺書かなんかっすかね。正体不明のこの男が、どうしてこんなものを持っているのか。それは彩子さんの部屋から発見されたという遺書だった。じゃ、俺はこれで。よろしく頼みましたよ、お二人さん。そう言って道明寺さんは、そそくさと立ち去った。ちょっと待て、ちゃんと説明しろ 小暮さんが後を追おうと廊下に出たが、道明寺さんの姿はすでにそこにはなかった。ちょっとお茶飲まして。失礼。あいつは本当に何者でありますか確かにそれは気になるところではあったのだが、多分僕たちには理解できないのだろう。そんな予感がした。僕は受け取ったコピーを開いた。 小暮さんも横から覗き込む。そこにはひどく歪んだ文字でこう書いてあった。んー見えんな。最愛の娘へ。ああ、もう性別分かってたんや。ごめんなさい、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 ごめんなさい。こんなお母さんを許してください。あなたの人生を台無しにしてしまったのは私。本当にごめんなさい、許して。 私の元に来なければ、あなたは今頃幸せに生きていたでしょう。すべて私の責任です。こんなお母さんを許してください。あなたに何度償っても償いきれません。あ、でも、あやこさんがお母さんにもらったものの可能性もあるよね。お母さん亡くなってるけど。あなたと一緒に暮らしたかった。あなたが成長する姿を見たかった。あなたと人生を共にしたかった。 あとお腹の赤ちゃんかなあ,あなたの仇は必ず取ります。あなたと私自身のために、母より。そこにはあ子さんの思いが切々と記されていた。身寄りのないあ子さんは、おそらく生まれずに死んだ自分の子供宛てに遺書を残したのだろう。歪んだ文字が彼女の精神状態を想像させた。辛いですな 小暮さんが言った。あの、綾子さんの娘さんだったら、きっと可愛い女の子だったに違いないであります。そういう話するときじゃないから今。確かにそうですね、言うとるわ。今そんな話してる場合ちゃうやろ。顔がどうとか、性格がどうとか。人が一人死んでますからね。一人じゃないな、もう赤ちゃん入れて二人やな。そこに鴨泉警部補が戻ってきた。 鴨泉警部補は中島綾子のお腹の子供の父親の捜査をしてきたという。そちらの方の捜査の進展はなかったようだが、ただ面白いものを手に入れたわ、と大量の写真の束を取り出した。これセオコレクションかなこれはや子さんです。やっぱセオコレやん。100枚近くはあるだろうか。 それら写真にはすべて生前の彩子さんの姿が写っていた。教室で授業をしている写真や、校庭で生徒と一緒に遊んでいる写真、学校での彩子さんの姿が写真には収められていた。いや、写真はそれだけじゃない。普段の彩子さんを写した写真もかなりの数混じっていた。髪の長い彩子さんの写真もある。少なくとも何年にもわたって撮影されたものに見えた。 いや、撮影と言うべきではないかもしれない。どれも被写体になっている彩子さんはカメラの存在に気づいていないのだ。つまり、隠し撮りでもされたのだろう。ああ、セオストーカー。そんな言葉が頭をよぎる。彩子さんは誰かにストーカー被害を受けていたのではないか。こんなにたくさん、これはどうしたんですかセオの私物よ。 瀬尾の住んでるマンションから大量に発見されたらしいわ。これが瀬尾さんのものですかあと、こんなものも出たわ。鴨泉警部補が取り出したのは、ごく小さいサイズの CCD カメラだ。より隠し撮りなどに、よく隠し撮りなどに使われるものだ。これらが示す事実とは。瀬尾は中島彌子のストーカーだったみたいね。 瀬尾さんがストーカー。確かにここに提示された事実から判断すれば、瀬尾さんは綾子さんのストーカーだったことは間違いなさそうだ。しかし、僕たちにはそんな素ぶりは全く感じられなかった。誰に話を聞いても、瀬尾さんの評判はよく、献身的に仕事をこなしていたように感じていた。夜遅くまで学校に残り、生徒や教師の相談に乗っていたという話もあった。 先輩、これを見てください。小暮さんが一枚の写真を僕に見せた。大きく引き伸ばされた A4 番の写真。その紙の端に黒いインクが規則的な筋を作っている。この後、僕はどこかで見たことがあったのではないか。セルクエね。うん。じゃあ、あいいとこかな。 ちょうどここまでだからね。次続きやりましょうか。ありがとうございました。